1>, 1番乗り場2番乗り場南口高島駅は、岡山県岡山市中区清水二丁目にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。線路名称上では、山陽本線単独駅であるが、運転系統上赤号線の列車も乗り入れる。駅番号は、山陽本線が JRS03、赤号線が JRN03。 八両編成対応の相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。山陽新幹線の高架脇にある。駅舎は姫路方面行きホーム側にあり、反対側の岡山方面行きホームへは、古戦橋で連絡している。校内に分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。2008年5月31日に、 改札口前のスロープと古戦橋につながるエレベーターが新設され、車椅子でも利用可能になった。車椅子対応の多目的トイレも新設。以前は直営駅だったが、営業時間短縮以降、JR 西日本岡山メンテックへの業務委託駅となり、東岡山駅の管理下の JR 西日本中国交通サービスの業務委託駅である。 移行こうか利用可能駅。2008年9月16日、2番乗り場直結の駅南口を開設。南口は自動改札機、自動生産機、インターホンと簡易型券売機があるのみで、遠距離の乗車券や定期券購入は北口に出向く必要がある。南口からホームへは階段があり、車椅子では利用できない。また、 南口の自動改札機は、北口のものと同様に開閉式になっているため、ひじきけんで南口よりいる出場する場合は、インターホンで係員に連絡する必要がある。駅スタンプは、テクテク、ロードと、リュウノログリーンシャワー公園。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。周辺は、住宅地である。タクシー乗り場がないため、タクシーが待機していることは滅多にない。 近隣に2箇所あり、いずれも、宇のバスと、両備えバスによって運行されている。北口の市道沿いにある。なお、宇のバスは、深夜式団地、両備えバスは、深夜式団地高島駅前と、名称が異なるが、同じ場所にある。南口より、徒歩5分ほどの岡山県道219号、玄藤原線沿いにある。一部標町 BC 止まり。ありがとうございます。